クラネルさん。リュウさん、よかった。ここは確かコロシアムでモンスターに囲まれて、コロシアムの床が破壊されてそこに落ちた。真下にこんな通路があったなんて。進みます。なぜ、なぜです、クラネルさん。どうして私を助けた。どうして私を見捨てなかった。答えろ。リュウさんだってきっと同じことをする。しない。私はあなたを助けなんか。嘘だ。下ろしなさい。私を置いていきなさい。嫌です。あなたは死なせない。あなたが死んでしまう。やめなさい、クラネルさん。これ以上私のために命を削ることはない。やめて、やめてください。リオン、お前は生きるんだぞ。私もここで死なせて。私は汚れた罪人です。ファミリアの仲間を見殺しにし、友をこの手で殺め、のうのうと自分だけ生き残った。黒い衝動に駆られて人を殺しました。そこに正義などなかった。アリーゼたちが命を懸けて託してくれたものを私は神の言葉通り捨ててしまった。私にもう正義はない。あなたに救われる価値などない。だからもう正義とか僕には分かりません。でもリュウさんからもらったものがたくさんある。それはきっと正義です。あなたに助けられた冒険者がいる。神様もリリもベルフも僕も何度も何度もあなたに助けられた。あなたはいつだって英雄のようだった。僕らを助ける正義の味方みたいに正しかった。違う、私は間違った。正義を捨て自分の衝動のままに。否定なんかさせない。たとえリュウさん自身にだって。僕は昔のリュウさんを知らない。だから間違ったことがあったのかもしれない。でも僕の知っているリュウさんはいつも誰よりも正しかった。だからリュウさんは正義を捨ててなんかない。正義は生き続けてる。リュウさんの中に正義はある。でもリオンなら正しいことを選び続ける。アリーゼ、私は今の僕の正義はあなたと生きて帰ることです。だから絶対に離さない。帰れるかもしれない。この人となら、クラネルさんとなら。返事をしなさい。ベル、ベル、ベル、お願い、返事を。ダメ、いや、待って。聞こえてたんですけど、モンスターを引きつけようと思って。その
の黒目を見ていて。ごめんなさい、心配させて。お願いです、もう二度とあんなことをしないで。